はい、こんにちは。ゆかりチャンネルです。動画ご覧いただきありがとうございます。先日トヨタクラウンが現行モデルをもって生産中止となり、2022年から SUV スタイルの新モデルとして発売されるというニュースが話題になりました。ユーザーの高齢化が問題になっているクラウンにとって、若々しいイメージを持たせるためには世界中で人気の SUV モデルへのデザイン変更という形になったのでしょうか。このクラウンが SUV になるという話はトヨタが発表したものではないので、事実かどうかは不確定ですが、売れ行きがあまり芳しくないクラウンもいずれ整理の対象になるかもしれません。今は SUV が大人気ですが、 SUV の後はどんなブームが来るのでしょう。将来ヨーロッパを中心にガソリン車はなくなってしまうようなので、次は電気自動車ブームが来るのでしょうか。自動車業界も30年でいろいろなブームがありました。今回は過去にあったブーム、その代表的な車たちを見ていきたいと思います。まず昭和の初めから平成にかけて流行ったのがハイソカーブーム。火付け役はトヨタのソアラ、白いクラウンやマーク2、クレスタ、チェイサーの3兄弟。日産ではレパードやローレルが販売されていました。他にもデートカーなるものも存在。S13 シルビア、初代ソアラ、2代目プレリュードなど、車を持った男子大学生が大学の校門前にやってきて、ハイソカーやデートカーを見せつけながら女子大生を迎えに来るという光景を生み、バブル期を象徴していました。そして平成初期のバブル時代にはセドリック、クロリア、ローレルなど日産のセダンに勢いがありました。ピラーレスハードトップでスタイルが良く、その中の一つシーマが大ヒット。シーマは1988年に発売された3ナンバーで、500万円前後の高額車が年間3万6000台も売れたことで、シーマ現象と言われる社会現象にもなりました。 Y31 型のシーマは日本初の V6 ツインカムターボ、255馬力のパワーでリアを沈ませながら加速する姿が印象的な車です。また1980年代後半にはパイクカーブームが起きました。これは市販車をベースにした特徴的なデザインを持つ車で、まずはじめに1987年初代マーチをベースにして日産の B1 が登場。その後日産はパオ、エスカルゴ、フィガロ、そしてラシーンと立て続けにヒットさせ、納期が最長で1年半という車もあったようです。この頃の日産はパワーが溢れていました。次に1989年に登場したレガシーツーリングワゴンによってステーションワゴンブームが起きました。それまでのブームは外観や走りなど自分のステータスとして流行った車でしたが、ライフスタイルを重視したものがブームとなる初めてのケースでした。このブームは倒産が囁かれていたスバルの業績を一気に回復させ、日本にアウトドアブームをもたらし、ドレスアップやチューニングを流行らせました。そしてトヨタはカルディナ、日産はアベニールを投入し、他にもマツダカペラワゴン、トヨタカローラワゴン、三菱リベロなど小さめのサイズのワゴンも登場しました。また輸入車ではボルボやアウディの人気も高かったようです。それまではこの手のボディ形状は商用としての扱いでライトバンと呼ばれていましたが、このブームによって乗用車としての地位を確立し、ステーションワゴンという呼び名を定着させました。特にレガシーは2リッターターボを搭載してスポーティーな走りを楽しむこともできました。ステーションワゴンと呼ばれるものは現在では数えるほどのモデルしかラインナップされていません。しかしそんな中でも先日フルモデルチェンジしたスバルレヴォーグは根強い人気を博しています。1990年代後半になると多人数で乗れるミニバンに人気が移行していきました。まず初代オデッセイが火付け役となってミニバンブームが到来。コンパクトミニバンから S クラスミニバンまで各社からミニバンがラインナップされました。5ナンバーの箱型はホンダステップワゴン、トヨタ、ノア、ボクシーが人気となり、日産も商用色が強かったバネットセレナを日産セレナとしてステップワゴンに対抗、モデルチェンジを行いブームに乗って販売を伸ばしました。その後 L クラスミニバン、日産 L グランド、トヨタグランドハイエース、これは後のアルファードなど様々なタイプ、クラスのミニバンがラインナップされました。しかし人気車種だったオデッセイの人気も下火になり、全高が1700ミリ以下の車種、ウィッシュ、ストリーム、アイシス、イプサム、ラフェスタ、エディション、エクシーガなど10車種以上が生産中止となってしまいました。
ミニバンは全高が1700ミリを超える車種でないと存続は難しいようです。そして2000年代前半にはブームとまではいかないですが、コンパクトカーというカテゴリーが登場し、トヨタビッツ、ホンダフィット、マツダデミオ、日産マーチなどが続々と登場し、自動車業界を賑わせました。そして世界中で巻き起こっている SUV ブームへと続きます。しかしこれは短期的なブームではなく、大きなカテゴリーとしてその地位を確立しています。国内メーカーではマツダやスバルはクロスオーバー SUV がラインナップの中心となっていて、ベンツや BMW では標準的な SUV に加えてクーペスタイルの SUV も存在しています。着座位置が高くなっていることで、運転や乗り降りのしやすさに加え、荷室の広さ、現代的なデザインなどメリットが大きいことが流行をもたらしたのでしょう。最近では国内メーカーがコンパクト SUV の車種を増やし、販売台数を伸ばしています。その陰では車の主流であったセダン型は苦戦を強いられ、今回のようなクラウンが生産中止となり、SUV スタイルの新モデルとして発売というニュースが流れたようです。自動車業界に限らず、いつの時代でも新しく流行るものが出てくると、過去に流行ったものは消えていくということはあります。今回はクラウンがその対象になった感じですが、この先トヨタ以外のメーカーでもセダンタイプの車が消えていく可能性は十分にあります。それはちょっと寂しいことではありますが、この先自動車業界がどのように進化していくのか、とても楽しみです。はい、ということで今回は自動車業界のブームについての話をしてみました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。